何やってるんだって。髪の重なりがあるから、暗いとこでもある程度この結構出ます、うんうん、ある程度こういうこれぐらいになっても髪の重なってるとこが案外綺麗に見えてくるから、はい、ここら辺になると、うん、下はもう全然あかんから、あ、これぐらいになってある程度スピードでいくと面白いね、流れていくから、あ、面白いですね、うん、すごくいいじゃないですかこれ、誰もやってない、うん、今の何してるやつですかね。あ、このスピードによってもまたこう回転させながらこうパフォーミングアートやな、これ面白いですね。こういう何もないとこは下の方がいい、下の方に影の方がいい、上に木影なんかないとこは、うん、早く回転させたらその辺面白いのが出てくる。